スクウェア・エニックス。はい、どうも、皆様ご無沙汰しております。15秒の奇跡堂 S! はい、今回ですね、15秒の奇跡で、挑戦いたしますゲームがこちら。キャプテン・スピリットですね。はい。クレジットってなんだろう。あ、このキャプテンスピリットの制作スタッフとかのね、本来エンディングでこう流れてくるやつが見れるわけですね。なんか子供が描いた絵みたいなやつで、なんか猟奇的なものを感じましたね。なんかあの漫画のさ、浦沢直樹先生のモンスターのね、アニメになったやつのエンディングみたいな、ちょっと怖いね、子供が描いた絵みたいなやつを。じゃあもう早速進めましょうか。なんかね、のどかなシーンですね。山の中かな。ちょっとね、ノスタルジーを感じるようなカントリー調の音楽とともに、おしゃれな歌。なんかリアルだね。ちょっとね、予備知識とか一切ないんですけど、どういうゲームなのかっていうのは皆さんと一緒にちょっとね、追っかけていきたいなと思いますよ。はい、ここになんかロッジじゃないね、なんだ、倉庫みたいな、プレハブ町の、あ、なんか貼って、あ、はいはい、さっきのが外のカットで、今中からのカットになってますね。ギターがあって、剣があって、あ、スクエアエニックスだからさ、なんか冒険者なのかな。この惑星は？え？さあな、未知の星だろ。宇宙の果てかもしれないぞ。エイリアンが見つかるかもね。あれ、地面が動いてる。この星に食われちゃう。今すぐ船に戻らないと。ああ、すぐに逃げよう。これ主人公っぽいですね。まずい、制御パネルが動かない。え、こんなとこで死にたくない。落ち着け、力を貸そう。お、何、大宇宙のなんか使者みたいな、火の鳥みたいな人。え？あ、この少年ひょっとして、特殊能力が？すげえ。やったー！持ってたー！持ってたー！これ、うまいカットが、この、絵の切り取り方が、もうさも、主人公が。奇跡じゃない。最強のヒーロー、キャプテンスピリットのおかげさ。よかった。まだ力が残ってた。あ、え、どういうこと？力が残ってたって、え、少年はやっぱりなんか使えるの？さて、次はキャプテンスピリットのクールな衣装を考えよう。ほう。キャプテンスピリットってのは多分ヒーローなんだよね。マントがないと飛べないな。マントがないと。あ、これでどうだ？衣装をね。あ、ラフ画みたいのを描いてんだ。マスクはどうしよう。マスクはどうしよう。ヘルメットでもいいな。あ、選べる。マスク、うーん、ヘルメットよりはマスクじゃない？マスクにしよう。うん、結構いい感じ。どんな感じ？それか。なんかあれだね。アーマーはどうしよう。ついでにトンチンカンみたいな。まあヘビーでしょうよ。これは軽いよりは重たい方がいいよ。重装備でね。重装甲の。なんかジャンパーソンみたいなさ、ああいうメタルだ機械だみたいな感じに なろう。かっけえ。黒っぽくしよう。カラフルにする。ああ、じゃあ黒っぽくしよう。カラフルだとね、そんなヒーローいっぱいいますから。
バットマンみたいなのが僕好きなんでね、ダークヒーローみたいな。あれ絵でいるじゃん、なんか二刀流のやつが。アントロイドめ、首を洗って。めっちゃかっこいいじゃん。出動だ。ついでにトンチンカン出動だ。抜け作先生。あれ？キャプテンスピリットっていう字めっちゃうまいな。マキプロに入れるぞお前。すごっ。クレジットを書くのうま。何して遊ぼっかな。ほう。どういうゲームなんだろうね。キャプテンスピリなんかアクションゲームかと思いきや、ちょっと今動かせますね。クリスから空中要塞へ、うん、応答せよ。応答するのか。了解。聞こえてる。お。いいぞスカイパイレーツ。スカイパイレーツ？見張りの調子は？スノーマンサーの姿は見えたか。スノーマンサー？まだだ。嵐のせいでよく見えない。これ空中要塞って、あの秘密基地みたいなやつが。スノーマンサーが奇襲を仕掛けてくるかもしれない。いいか、連絡を怠るな。ほう。了解。お任せを。なるほどね。山奥すぎてさ、一緒に遊ぶ友達がいないんじゃない、ひょっとして。スノーマンサー、そこにいるんだろう。だからその、一人遊びが上手になっちゃった、みたいな。今のところ。あれが空中要塞っぽいね。あれが秘密基地。そっか、雪が降ってて遊びに行けないのか。仲間だけが意味を知ってるんだ。何シークレットタトゥーって、あのペーパータトゥーみたいなやつ。はあ、行きたかったけど、えパパがプレーオフ見たいって言って行けなかったんだ。漫画のなんかアニメ展みたいなやつかな。スーパーコミックストア、おもちゃコミックゲーム、ほうほう、割引セールがあると。オレゴン州ですよ、ここは。そうか、割引セールに行きたかったんだね。漫画大好き少年なのかな。悪役なくしてスーパーヒーローなし。いいこと言った。そうだよ。この大自然のどこかに忍者タートルズのね、敵とかね、すごい魅力的だったよね。あのクランゲとかね、うん、君は悪と戦うには可愛すぎる。仲間になれず。名前ついてんね、クマに。ヘンリーだって。いつかママみたいに絵が上手くなりますように。え、ママは何やってんの。漫画家なの。お母さんが書いたやつ。パパみたいにシュートできたらな。パパみたいにシュートできたらな。はいはいはい。まあ、パパさんはなんか上手なんだね。ああ、外れた。おい、少年、お前入れる気なかったろ。今。ああ、なんかそういうヒーローものが好きなんだね。欲張りじゃないよね。それにバスケのレッスンはパパも喜ぶだろうし。ああ、もう英語で分かんないけど、なんかバスケの練習付き合ってくださいみたいなこと書いてあったのかな。こいつに任せておけば安心だ。僕の脳波でしか起動できないんだ。チャネリングみたいな。直してくれるって言ってたのに。アメリカ版 PS4 みたいなやつかな。なんか昔のセガサターンっぽいさ。シャークスティンガーが現れたぞ。ちょっと待って、専門用語多すぎてちょっと今んとこあんまついていけてないんだけど。なんかスカイ、今日はこの映画にぴったりの日だけど、この前大声で歌ってパパに怒られたからな。パパが怒るんだね。ママには漫画をいっぱい買ってもらったな。一生大事にする。ママとの約束だ。めちゃめちゃママ大好きっ子じゃねえかよ。漫画ね、ヒーロー漫画が好きなんだね。巣にランチがかかったみたいだよ。カタツムリくん、素早く動きすぎて止まって見えてるよ。どういうこと。あれ何、虫かご。んまたみんなと野球したいな。引っ越す前みたいに。でもすごいな、野球でなんかトロフィー取ってんだ。すごいじゃん。あっ、そうか、この少年がキャプテンスピリットってことか。キャプテンスピリット専用なの。へー、すげえじゃん。
あ、じゃあなんかこの子が変身してなんかアクションするっていうゲームなんだろうね。クレア、ありがとう。チョコレートは、え、どういうこと？え、ないじゃん、いつ食べたっけ。アメリカっておしゃれなんだね。あ、カレンダーにチョコレート仕込んであるんだ。チョコレート、ね、日本でいうところのなんか5円チョコみたいなのあるじゃないですか。平べったい丸いチョコがで開けてこの月に1個食べるみたいなやつか。あれはこれパパか。いい加減早く来なさいって。リース、呼ばれたらすぐに来い。叱られたくないだろう。ちょっと威圧感。あのな、俺は召使いじゃないし暇じゃないんだ。え、何この言い方。え、パパじゃないのかな、お手伝いさんかなんかかな。あ、あの牛乳の蓋の口んとこなんか美味しい牛乳みたいだね。アメリカもああいう感じなのかね。キャップというか蓋閉めて置いとけるってやつね。日本だとさ、パックでこうパカッて開けたらもう横に向けたらね、垂れ流すしかないけど、今ね、ああいうキャップ状のやシークワーサー、シークワーサーチューハイみたいの飲んでる。緑茶じゃないよね。ワッフルが良かったのか。言い方よ。ママのが好きだ。僕、目玉焼きがいい。ママのみたいな。ママと比較してるってことはやっぱパパなのかな。ああ、これ俺もだ。でもそうはならない。ママの弟とか兄っていう可能性もあるよね。でもママだったらとか、もうやめにしないか。え、それを一番分かってるのは俺だ。分かるだろう。ママはいないのかこれ。うん、分かった。不死家族。ちょっと酒飲んでんじゃないですか、お父さん。ちょっと目座ってますよ。ご飯まだなのに飲んでいいの。ああ、試合の日は朝ビールも OK なのさ。試合。おい、小言なんてやめてね。戦国武将みたいだね。戦の前には酒を飲んで体を温めるみたいな。え、お父さん今からなんか試合に行くのか。え、あれは何、なんて書いたんだ。てかこの町で他に何しろってんだ。アホどもと礼拝に行けってか。急に怒った。すまん、真似するよ。なんかアメリカドラマっぽくていいね、今の切り返し。ヒーローは罵らない。じゃあ俺はヒーロー失格だな。そんなことないよ、ダークヒーローみたいでかっこいいし。あ、なんかパパ好きなんだね、なんだかんだね。うん、俺もバットマンとかダークヒーロー好きです。なあ、その腕の調子はどうだ。腕の調子良くなってるみたいだけど、誰かに何か聞かれたりしてない。色がなんかかぶれてるみたいな感じになってんね。大丈夫だよ、心配ないよ、うまくやってるから。んまあお前が平気ならそれでいいんだ。ちょっとずつ謎が解けていく感じか、二人の関係の。クリスマス楽しみだな。いや、それ楽しみだよ。ずっと楽しみにしてるよ。お願いしたか。サンタさんからはできれば、ゲーム機欲しいなって。前のは壊れちゃったし。ならパパはお仕事をもらわないと。買うお金がないってことか。バスケットボールはどうだ。なんか悲しくなってきた、うん、ねえ、土曜日だしクリスマスツリー買いに行こうよ。ああ、買いに行けよ。本物の木買うって言ったよね。ああ、ちゃんと覚えてるぞ。うわ、アメリカっぽい。でも試合を見てからだ、いいよな。でもいつも寝ちゃうじゃん。プレイヤーじゃなくて試合を見る方の人なんだね、パパね。もし寝ても起こしてくれればいいから。試合のある日は酒を飲んでいいんだ。約束だ。分かった、約束だよ。ああ。でもパパなんか目座ってっからな。まあ、指切りするんだからまあね。さあ外で遊んでこい。了解。最高の天気だぞ。まあ何でもいい。なんか雪はね、積もってっけどね。寒そうだよ、でもパパ。
え、さらに微妙に隠しながら言った。でもクリスは手元を見ている。お父さんがお酒のなめからのクリスの顔、何を思うのかこの少年は、みたいな。うわ、うまいな、なんかカット割りが。ドラマしてるわ。お父さん、あ、バスケの試合見てんのね。アメリカっぽいな。なんかデカビタ、ドデカンみたいのが置いてあるけど。じゃあ、なんかね、フリーで動けるようになったんで、ちょっとね、今日はこの辺で終了していこっかな。あ、なんかマカロニチーズとかとか。じゃあ、次回、ここからどういう話が展開していくのかお楽しみに。そんな感じで今日のところはこれまで。バイバイ。次回を待て。手のひらこぼれた未来なんて見たくないのに、その先明かりを持って待ってる人、手を振ってるから歩みを進めてきたの。君にあなたが託した未来を君に。